神倉先輩、はじめまして、78期生の江ノ島純子です。前から先輩のこと気になってたんですよ。こんなくだらない場所に引きこもってるなんて、神倉先輩に似合いませんよ。先輩だったらもう何でもできるじゃないですか。例えば、いきなり死んでみんなを絶望させちゃうことだってさ。つまらない、あなたたちの行動は全く無意味です。だったらおいでよ先輩。すべてを手にして、すべてに退屈した神倉いずる、あんたを救えるのは絶望だけ、私だけよ。これは絶望的に運命的な出会いなのよ。そういう意味で上出来よね。ガキの割にはよく頑張ってくれたわ。ねえねえ、そう思わない？おかげでパーフェクトに準備万端。最終決戦の布石としては絶望的に完璧すぎ。